萩原健一、萩原健一、萩原健一、1950年7月26日体は日本の俳優、歌手。ニックネームは、証券。由来はデビュー前の不良仲間、大剣、中剣、証券から。元ザ・テンプターズ、ピグのリードボーカル。ピグは沢田健二とのツインボーカル。血液型は、O 型。所属事務所は、KR 株式会社。 2016年8月より、オスカープロモーションと業務提携。埼玉県北足立郡与野町、現、埼玉市中央区出身。鮮魚店に飛着室市として生まれる。本名は、萩原慶三、萩原慶三。東京都荒川区の聖市中学校、高等学校。現在は、廃校在学中、埼玉県大宮市でスカウトされ。 ザ・スパイダースの弟分バンドザ・テンプターズのボーカリストとして17歳だった1967年バスレール君でデビュー。翌1968年にはエメラルドの伝説神様お願い。お母さんコーラスハーモニカ担当など次々と大ヒット曲を飛ばして人気を得る。テンプターズは証券自身が10回しているところによればデビュー前はブルースバンドだった。 中川サブローディスコティークの出演バンドだったこともある。今日行きようは、グラスルーツがイタリアのミュージシャンの曲をカバーし、さらにその曲をテンプターズがカバーしたものである。また、テンプターズはローリングストーンズの影響を受けていた。神様お願いは、メンバーの松崎義春作詞、作曲のオリジナル曲で、あ、ストーンズから受けた影響が出ている。 1970年に解散後は、井上隆の、大野勝夫、沢田健二、岸辺一徳、大口孝次らで、ピング、ピックを結成する。各種ロックフェスティバルやテレビ出演などもこなしたが、音楽活動よりも映画監督を志すようになる。1972年に制作された、松竹映画、約束の制作現場に、助監督として参加。 しかし元の主演俳優が降板してしまったことを受けて、大役に抜擢される。約束での騎士稽古との共演は、高い評価を得、これを機にピグの活動を続けながら、俳優へと本格的に転身。TV ドラマ、太陽に吠えろ、の初代新人刑事イコールマカロニ役でその人気を、決定づける。1972年12月をもって、 音楽活動を停止、これによりピグは事実上解散。1974年には、熊城達美とのコンビによる映画、青春の砂鉄でキネマ巡報の最優秀主演団優勝を受賞。続いて、日本テレビ系のテレビドラマ、傷だらけの天使、倉本総脚本の全略、おふくろ様と連続してドラマ作品に主演した。 1975年には、初のソロアルバム、惚れたをリリース。これをもって、音楽活動を再開し、お前に惚れた、大阪で生まれた女、リュウ・ジョージレイニー・ウッドがバックを担当したライブ版、熱狂舞を発表。また同年モデルの小泉十三と結婚し、ジョージを儲けるが三年で離婚している。俳優としても脚本家。 橋本忍の指名を受けての松竹映画、八つ墓村、1977年や黒沢明の影武者、1980年などに出演。誘拐犯を演じた、誘拐報道、1982年、モントリオール世界映画祭祭印象。作家、連城三ノ彦が萩原をモデルにしたという、直木賞作品を自身で演じた、恋文、1985年。 日本アカデミー賞優秀団優勝などに出演した。1980年に石田歩美と結婚、1984年に離婚発表。入籍については、萩原は2008年に辞助伝、証券の中で未入籍で事実婚の状態であった旨を告白している。しかし、週刊新潮2008年4月3日号では、証券辞伝石田美と未入籍は、 嘘だったと記事で報じている。1983年1月インドはカルカッタでチャリティコンサートを行う。同年4月20日、大麻不法所持にて逮捕され、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決となり、1年間にわたって全ての活動停止を余儀なくされた。復帰後も俳優業と並行して音楽活動を行い、愚か者よ。 等のヒット曲を出す。1984年、飲酒運転で人身事故を起こし、業務上過失傷害罪で逮捕された。1985年11月には、女優、賠償三つ子との2ショット写真を週刊誌に撮られて月光。カメラマンと編集者に暴行し、書類送検された。1990年以降、 音楽制作とは距離を置き俳優業をメインに活動を行うようになる。サントリー・モルツの CM や東芝日曜劇場、課長さんの役年、山口智子、室井茂と共演した、居酒屋幽霊、1994年、放置映画賞、高崎映画祭主演団優勝、ドラマ、下界、ヒーラギ・マタサブロ1995年に出演した。2004年10月、 再び交通事故を起こし業務上過失致傷罪で現行犯逮捕された。また、監督、スタッフ、共演者への暴言、暴行を繰り返したため途中降板となった、主演映画、投稿の木の前払いの出場半額分、750万円の返還を、プロデューサーから求められた際に、一方的に降板させられたとして拒否。さらにプロデューサーに電話をかけ、国税庁、警視庁、 実在する暴力団の名を挙げて必ずやっつけますからと脅迫する言葉を留守電に残し出演料全額分1500万円の支払いを要求したことで同年11月に制作側から恐喝未遂容疑で告訴され翌年の2月に再び逮捕された当初脅迫電話をしたことは否定していたが証拠として録音された音声が出されるとこれを認めた この恐喝事件で2005年6月に東京地裁で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けしばらく活動休止。しかし2005年7月にテレビ番組内で大麻解禁にしましょうかと発言し、その後厚生労働省から注意されたためジョークのつもりだったと釈明した。3度目の結婚相手との離婚を経て2008年に自助伝 証券、ボーカリストとして、ゲスト参加した、宇川直弘による、音楽ユニット宇川に待ち音の、デビューシングル、惑星のポートレイ50億1万画素、作曲、プロデュース、石の卓球で、本格復帰を果たす。5年ぶりの映画出演となった、多所丸、2009年、小栗旬主演の将軍、足利義政役で、日本映画批評家大賞の審査員特別男賞を、受賞。 2010年には、東京、大阪で7年ぶりのライブ、トークミニライブツアーを行った。2011年2月7日に、モデルの富田理香と結婚。ジェットコースターのような人生だったけども、今後は二人でメリーゴーラウンドのようなゆっくりした人生を歩みたいと語った。現在は芸能活動の傍ら、四国88カ所を遍路する東武教研究に取り組んでいる。 2018年、自身のレコードレーベル、初見レコーズを設立。同年5月9日に22年ぶりとなるシングル、タイムフライズをリリースした。タイは役名、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。